はいどうも、キムチャンズのあやかです。今回はコメントをいただいた中からリアクションピックアップさせていただきました。エンハイプンのポラロイドラブセルフィーカムバージョンで、読み方合ってますでしょうか。ポラロイドラブ、なんか可愛い曲で、まあ、歌メインの曲だからってことだと思うんですけど、おすすめいただきまして、いっぱいあるんですけど、公式の中でなんかこう聞きやすかったのがこのセルフィーカムバージョンだったので、他のねチャンネルだとね結構たくさんライブバージョンとかね、何かそのテレビかな、出演された時のものとかたくさんあったんですけれども、まあ公式で最初は見ていくのがいいのかなと、なんかいろんな意味でね、応援するって意味では、なので今回はこれを選ばせていただきました。でより生々しかったので、あと顔が近いから誰がどんな感じで歌ってるかとかすごい分かりやすかったので、はい、すごくリアルな感じで良かったので、見ていきます。多分ねちょっとその音の声音ってやつはもちろんされてると思うんですけども、でも一番生々しい映像だと思うので、もしね今日私の今日のリアクションを見てもう一回見返すってなったら、ぜひこのセルフィーカムバージョンで彼らの声を聞いていただければ、私が今から何を言うか分かんないんですけど自分でもその伝わると思いますよ多分ね。この動画だけだとちょっと分かりにくいので、これを見た後、この動画を見た後に彼らの公式のポラロイドラブね一回見てみてください。はい、私が何を言うかは私も分かりません。完全初見でございますのでね。はい、ということで見ていきます。コメント本当にありがとうございました。いきます。印象が変わるね、やっぱ全然違うから。あのさ、あんだけパワフルにエネルギッシュにかっこよくやってた人たちに見えないんですけど、どうしよう全然違う別人格を見てるようなっていう感じと、まあそれはみんなね印象を受けると思うんですけど、歌い方がそもそも違うよね。こうなんていうのかな、闇落ちっていうんですか、あーっていう感じからのこのふわって空気をまとったような話し方っていうんですか、あ歌い方ね、そうそう、話してるように歌ってるっていうのももちろんあうまいなと思うんですけど、そうそう、歌がうまい方の一つに話してるように歌うっていうのがあって、まさにそれできていらっしゃるので、ああ気持ちいいと思うんですけど、その曲にあった可愛いっていうのもそうだけど、柔らかい雰囲気の曲じゃないですか。その柔らかく歌ってるの、実際に強く声帯をこうまっすぐこうね、声帯に音をこう当ててっていうか、その震わせて歌ってるわけじゃなくて、ちょっと緩めて声帯をっていう、そのさじ加減もこれは技術なので、感覚的なことっていうよりは技術なので、これは確実にそれ意識して歌ってると思うので、だいぶスキルの高さがまず分かりますね。だから全然違う曲調だから合わないっていうことがないんですよ、技術を持ってる方っていうのは。どんな歌を歌っても技術があれば、あとまあ表現力もですけどね、その曲に合った表現力と技術がちゃんと確かであれば、どんな曲歌っても、得意不得意はあったとしても似合わないってことは出てこないので、そこがやっぱプロであれば、上を目指す方であればすごく必須の条件だと思うんですけど、なんかこの年齢でもできてしまってる感が正直しますね。ちょっとはっきり言っちゃうと、これはすごいと思います。まあすげえすげえ綺麗。ちょっとこの間のパフォーマンスからのこれは振れ幅が大きすぎませんか。やっぱちょっとニキさん見ちゃうな。そのたまたま日本人の方であっただけで、日本人だから応援してるっていう感覚は私の中にはなくて、単純にニキさんをやっぱ初見だと見てしまう魅力があるのかな、私のまあ好みというか
なのかな、ちょっと分かんないんですけど、好みってあれですよ、あの人としてっていうか声とかねですよ。確かにあのカメラすごい近いじゃないですか、セルフィーだから。だからさすがに若さがすごい伝わってきますね。あ、めっちゃ若いんだろうなっていうのが。でもやってることがね、ちょっとあの10代見えないんだよね。やってる内容が、スキルが、顔はね確かに若いんだけど、何年もやってますっていうか、まあみんなそうなのかな、下積みっていうか、その今までたくさん練習してきた人たちの集まりなのかなっていう感じもするけど、デビューして数年です感がないっていうか、もう準備がめちゃくちゃちっちゃい時からやってる人たちばっかりなんですかねっていう感じなんですね。まあ、全員そうじゃないかもしれないけど、てかカメラ持ちながら歌うってまあまあ難しそうじゃない？やったことないけど。甘いねこの方、声めっちゃ甘くない？この今歌ってる方めっちゃ甘い声、個人的には好きですし、女性がちょっと女性に好まれそうな声ですね。まあでも皆さんね甘いんだけどね。この編集可愛いですね。高いときれいかー。この方可愛いの似合いません？あれもあれか、似合うとか似合わの世界じゃないんかな。エンハイプンはあのうまいんかな、表現がもうなんかそうとしか見えなくなってきちゃったけど、でもすごい、このメンバーの中でもそう可愛いのがすごい似合う気がするな。うまいのかな、その可愛いの演出がうまいのもあるかもしれないけど、甘えん坊さん感があるっていうか、わかんない、素で甘えん坊なのか表現力がうますぎるのかもうわかんなくなってきた、すごすぎてほんまにすごいと思うよ、表現力得意そうだね。でもなんかああいう表現、ニキ君はやっぱちょっとかっこいいよね、かっこいい表現が得意なのかな。終わりかな、どうも。すごい生々しい、なんかのリハーサルの時に撮ったのかな、すごい生々しかったです。はい、見終わりました。はい、見終わりました。あのこれ、この動画をポラロイドラブを見てほしいって言ってた意図が分かりました全然違うからってことでしょはあ、どうする、あのな、何が言いたいかっていうと、やっぱさ、デビューして少々経ちましたっていう2年とかでしたっけ、とかあとは10代の方々を大人が見るときっていうのは基本見守る姿勢で入るんだと思うんですよね。やっぱあったかい気持ちで見ていることが多かったと思いますし、今でもそういう気持ちはもちろんあると思いますし、あの10代でこれだから20代とかになったらもうどんなことになるんだっていう想像で見る部分ってあると思いませんか、応援するときに。まあ日本人そういう部分も特にあると思うんですけど、まあ欧米とか韓国になってくると出来上がったものが全てっていうか、それが今が全てって感じの価値観がある人が多いような気もするので、日本人独特な文化かもしれない、その期待を込めてとか希望を込めてとか、応援したい
応援したいって思う民族なのかな、なんか分かんないんだけど、頑張ってる人応援するなんかあのすごくいい文化が私はあると思うんですけど、日本の中に、まあ、全員じゃないにしてもね。でそういう部分で見る方が、まあ、多いと思ってるから、その前提で話すんですけど、だから10代でこれだけ歌えたら、そうそう、将来どうなるだろうって予想で見たりとかすることが私もあるし、すごい楽しい、ワクワクするっていうのがあんまりなくて、いやそれもあるよ、それもあるんだけど、それよりももう今が完成されてるんです。もちろんその伸びしろっていうんですか、その上からって意味じゃなくて、伸びしろを感じるとか、もっとすごくなるだろうとか、あの世界行けるだろうとかっていう、そのなんかワクワクする想像力を かき立ててくれるっていうのは当たり前で話してるんですけど、それもそうなんだけど、すでに今がめっちゃいいんですよ。わかるかな。すごい私伝えるのがなんか下手なのかもしれない。そうだから、あの彼らの経歴は知らないですけど、多分おそらく大半の方が大半の人生歌ってたりとか踊ったりすることにかけてきてて、でやっとデビューなんじゃないかなって。韓国の方はそういう人多いと思うんですけど、日本だとまだまだ未経験の方がオーディションに受かってっていうことも全然あるけど、韓国だともう未経験でオーディションっていう時点で、え、今まで何やってたのって言われてしまう厳しい感じなんじゃないかなと思うんですね。そう、まあそれはそれでね、あのデメリットもあってね、それをしようと思ったら、ほらお金がないとさ、家に、自分の家にお金がないとそのレッスン通えなかったりすることもあるだろうから、あとはもう実力でその無料の完全にこう養ってくれるところの養成所とかを探さないといけなかったりとか、そのハードルがねすごい韓国だと高い気がするんですけど、だから本当に完成されてるので、これがこうでこうでこうなったらいいなっていうのがなくて、普通に作品として見てしまう、そのあったかい気持ちで別に見なくても十分な完成度をエンハイプンに感じる人多くてハマる人多いんじゃないかな。その見守るもあるよ、もちろん可愛い部分もあると思います。多分普通にトークしてるとことかとか、その作品じゃない部分に触れると多分思うと思うんですよ、見守る感じね、このわかりますかね、この愛がある感じで見てる人が多いとは思うんですけど、作品ってなってくるともう全然それは感じないっていうか、ちょっとそれがびっくりかもしれません。10代の方と接する時に必要なものの見方ってあるじゃないですか。でもそれが ないんですよ、いい意味で。そこがすごく魅力的だし怖い将来が怖い。いや、なんかまあ従来通りのコメントでいけば、今これのスキルだと将来どうなってしまうんだろうと思うし、あとはやっぱコーチですよね。あの教える側の技術もだいぶ高くないといけないから、これから大変、マジで大変だと思う。本当に教える方も大変だし、あのこれからマジでどんどん戦国時代、まあ、悪く言っちゃうとだけど、厳しく言うと戦国時代、もう誰もがなれる時代ではもうないので、 YouTube とかってこう間口を広く見てったら誰でもね人前に立てる時代だけど、クオリティを求めちゃうともう本当にお金もかかるし、そうそう、お金がやっぱ結構いると思うな私。お金でチャンスが変えることってやっぱいっぱいあるから、お金もかかるし時間が必要。ちょっとやそっと練習しただけじゃもう全然かなわないっていう世界になってきてしまったなと。あとはやっぱりかっこいいって思う音楽に触れる時間を増やすっていうのは、今お金がなくても誰もができることだから、かっこいい。あとは世界で売れてる曲はどんな曲だろうとかね、ビルボードのチャートに入るのはどんな曲だろうっていう、それは好みもあるんだけども、まあ、大衆音楽とはどういうものが好まれるんだろうかっていう、そういう研究もいるし、すごい大変な時代になってるのは間違いないけど、そこに行こうとしてる人たちがやっぱりたくさんいるわけで、アジアからでも。ENHYPEN 今まで知らなかったですけれども、だいぶ
これからの人たちっていうか次世代の人たちなんだなっていうのは把握しましたので、気づきましたので、皆様のおかげでね、テレビそして出演してくださったおかげでね、ちょっとやっぱ何を見るかで印象変わると思うんですけど、特にエンハイプは変わるかな、表現力の幅が広いからね。だからちょっとそれはゆっくりと、一気には見れないのでゆっくりとまた見ていこうと思っております。違いすぎてびっくりしてるっていうのは、まあ、一つね、個人的な感想ですけどね、幅が、表現の幅がちょっと広すぎて戸惑っているっていう感じですけど、はい、ということで今回はエンハイプンのポラロイドラブセルフィーカムバージョンを見させていただきました。もし楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。